自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はまたね、エコをテーマにして、紹介したいと思います。で、このようにキッチンペーパーですね、よく皆さん使われると思います。この台拭きですとか、机を拭いたりですとか、そういったものでティッシュペーパーやキッチンペーパーを使うのではなくって、こうやってちゃんと雑巾のような布巾のようなものを作って、できるだけね、エコに生活しようというふうに考えまして、自分で縫ってみました。まあもうこういうの自分でやってるよという方もいっぱいいらっしゃると思います。ですが、ちょっとね、皆さんやったことないという方や初心者の方でミシンのね、練習などに最適だと思うのでご紹介したいと思います。さあ皆さん、使ったのはこちらです。ちょっと本格的にしたいと思いましたので、裏と表で生地を変えてみました。で、あまりの端切れのね、家にあるもの、家の端切れ使っていただいても結構ですし、こういう形で、こう水をね、よく吸う生地、タオル生地ですとか、まあよく床を拭く用にね、売られている生地とか買ってきていただけるといいかなと思います。さあ、で、大体どのぐらいの大きさが使いやすいのかなと考えたときに、やっぱりキッチンペーパーの大きさっていうのは考えて作られてると思うので、キッチンペーパーの大きさを型紙にしていただくといいのかなと思いました。で、もちろん大きめの方がいいという方はもっと大きくしていただいても結構ですが、私の場合 25×25 センチにしてみました。で、これですね、外側というか両面で生地変えていきたいと思いましたので、このようにカラフルな生地と水を吸う生地を合わせていきます。さあ、で、これもすっごく簡単ですね。このように、外側に来るべき生地を上に置いていただいて、で、その上に今度は外側に来るべき生地を反対側に、こう綺麗な面を裏面に、後ろ面にして重ねます。つまり今綺麗な面同士が内側で重なっています。で、しっかりと縁と縁合わせていただいて、この4辺をですね、ぐるっと縫っていきますが、これひっくり返しますので、この10センチぐらいはひっくり返すための穴、縫わずに開けておいてください。さあ、で、最後はですね、こちらひっくり返したところなんですけれども、そのひっくり返すために開けておいた穴を縫っていきます。で、これですが、この4辺をブワブワしないために上からもう一回ミシンでラインつけていきますので、その時にこのひっくり返すために開けておいた穴も一緒に閉じてしまうといいと思います。さあ、皆さんいかがですか？このように縫い上がっております。これで完成ですね。実はね、このビデオすごく短くなりましたが、いろんなこのカラフルな生地合わせて一緒に縫い付けてみました。こうやって作っておくことで、すごくね、使う側としても可愛くて使いたいなという気分にすることが大事だなと思いますので、単にね、こういった白い布を買ってきて使うのではなくって、ちょっとお気に入りの生地とか使っていただくといいんじゃないでしょうか。で、もちろんこの2つをちょっとつなげて使っていただいてもいいんですが、私の場合はやっぱり一つ一つばらけてた方が使いやすいので、このようにしておきたいと思います。で、このような生地だと遠慮なくジャブジャブ洗えますし、汚くなってもね、何回も洗って使えますので、本当にエコだと思いますし、初心者の方の練習にもぴったりだと思います。さあ、皆さん、このビデオいかがでしたでしょうか？気に入っていただけたらいいねをお願いいたします。そして、チャンネル登録していただけるといつでも新しいビデオ見られますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。